じゃあ、自分から報告させていただきます。まず気になったっていうか感想、まず思った感想は、文法誤り訂正に関する発表が多かったなっていうことで、去年は2件でした。で今年は10件になってて、まあ、個人的にはそのいろんな知見を得ることができたので嬉しかったです。で、まあ、紹介するのはこの中の、まあ、この3件をちょっと紹介したいと思います。でこちらの論文は、BERT を使って誤り検出をするっていう論文で、研究で、まずそもそも文法誤り検出の方に、着目した研究っていうのはあんまりなくて、でこの研究でもその BERT を使って、初めて検出をしたっていう論文です。で、BERT はその、まあ、いくつか層があるんですけど、その入力に近い層の方は、流暢性とか文法性をすごい考慮してる。で出力に近い方はなんか長距離の関係とか、あと単語の意味とかをこうより捉えてるみたいな、考えがあります。でそこでこの今バートンズなんですけど、各層に、マルチヘッドアテンションを貼って、一番上の出力層だけじゃなくて、ちゃんと下の文法性を捉えている、レイヤーも、考慮しようっていうことで、マルチヘッドアテンションを貼っています。で、まあ、結果を見ると、確かに、精度が上がってて、まあ、結果自体はステートオブジアートなんですけど、まあ、まずそのBERTを使うっていう時点でかなり精度が上がってる。でさらにそのマルチヘッドを当てることで、まあ、少し性能が上がってて、まあ、下がることはないんで、ちゃんとその下の層のレイヤーの文法性とかもちゃんと、まあ、捉えられてるような気がしてて、であとアテンションの可視化とかしてもまあ、マルチヘッドじゃない、一つのアテンションで見るときは結構一つのレイヤーに着目するだけなんですけど、マルチヘッドにすることで、いろんな層の情報をこう均等に取ってくるような、重み付けがされているってことで、結構その誤り訂正にとっては効果があるんじゃないかなっていうふうに思いました。2つ目で、こちらは、文法誤り訂正のその評価について、提唱してて、これまでのその誤り訂正の評価っていうのは、一番この左にあるコノル2014とかコノル2013のテストデータが、ずっとみんな世界中で使われていました。だけどこのテストデータは、シンガポールの大学生が書いた、文なので、かなり、学習者のレベルが、固有になっている。でかつドメインもかなり限られているコーパスなの でそれをこうテストの評価にするとやっぱりその、まあ、違うんじゃないかということで、まあ、この論文この研究がされています。で、ここに挙げている5つの学習者コーパスに対して、LSTM、CNN、トランスフォーマー、SMT っていう4つの誤り訂正モデルでそれぞれ、テストした結果が、この表で、まあ、トランスフォーマーが一番多いんですけど、SCE とか KJ コーパスっていうのはトランスフォーマーが下に来ているような結果で、学習者コーパスによって、そのモデルの、評価に変動がある。これは、やっぱりそのまあ、コーパスの学習者コーパスの違い、ドメインの違いとか、書いている学習者のレベルが違う。でそういう、コーパスの違いによってもう、やっぱりその眼見性があるようなモデルがいいはずで、それをこう今までのような単一のコーパスだけで評価するのはちょっと不十分じゃないかなということを主張しています。で、同じ論文なんですけど、こちらの表がその誤りの種類と、学習者コーパスに対する、一番性能の良かったモデルを表してて、で、まあ、この表すごい
すごい僕好きなんですけど、アヨマイの種類によって得意不得意なモデルがあるように見えますね。例えば、限定種のアヨマイ定性だったら、トランスフォーマーより LSTM の方が性能がいいとか、あと、KJ コーパスはどの誤りタイプに対してもトランスフォーマー有効じゃないっていうのが見えて、今2つの軸があって、学習者コーパスはその学習者のレベルがそれぞれ違うんで、まず学習者のレベルに応じてその訂正、そのコーパスに適した訂正っていうのが、必要っていうのと、あと誤りのタイプに対して、得意不得意なモデルがあるんで、その誤りタイプに対して有効な得意な、システムに、それぞれ適宜切り替えて訂正するっていうのが有効なんじゃないかな。その2つの観点がこの表から見えるかなと思いました。3つ目の論文が、これはその誤り訂正なんですけど、そのどのくらい訂正するか、その訂正度を、各分に対して、それぞれこう可変できるようなモデルで、訓練するときに、その訓練コーパスの、その分、元の分と訂正分の訂正度、編集距離を使って計算してるんですけど、計算してそれを訓練時にその学習したデータの先頭にこういう括弧1括弧2括弧3括弧4括弧っていうふうに、5段階のレベルで付与しておいて、訓練モデルに入れる。で、その予測出力するときは、何か12345のラベルを何か入れて、一緒に入れて出力してあげると、その訂正度に応じた、出力が得られる。例えばそのこの括弧1って書いてある訂正度1レベル1のものは、あんまり訂正しないようなレベルの出力が出て、逆に括弧5は結構訂正するような出力分を出すみたいな感じで、この訂正度に応じた出力分っていうのを出すことができて、これ4つの学習者コーパスがあって、3つかで、この2013この2014っていうのは、どちらかというとあまり訂正しない、単語の入れ替えとか、なんか漢詞の、訂正とか、あまり文全体を入れ替えるってわけじゃなくて、特定の単語を入れ替えるみたいなことをすごいやってるコーパスで、それに対してはラベル2、訂正度2の、ラベルをつけた出力が一番良くて、それに対して JFLEG っていうコーパスは、よりこう流暢性を考慮した、一つの単語の入れ替えじゃなくて、そのフレーズとか文レベルで、訂正をするような学習者コーパスで、それに対しては、訂正度レベル3の特訓付与した方が結果が良くなっているということで、学習者コーパスの訂正度に適した、ラベルを付与することでスコアが上がってて、こういうふうにさっきも言ったその学習者のレベルに合わせて訂正文をコントロールするっていうのが、結構重要なのかなと思いました。はい、以上です。